昨年12月埼玉市内でクイズファンが作る早押しクイズリーグ AQL 埼玉トップリーグ埼玉県予選が行われました。ジュニアの部では県立浦和高校が優勝、栄東が準優勝。県立浦和高校は7年連続7回目、栄東は2年ぶり5回目の全国大会出場となりました。オールジャパンクイズリーグ AQL は日本最大規模のクイズファンが作る早押しの全国クイズリーグです。3月東京渋谷で AQL 全国大会が行われました。ジュニアの部では全国各地域から勝ち上がった24チームが出場。4つのリーグに分かれ、各リーグ上位2チームが次の準々決勝に勝ち進めます。埼玉県代表の浦和高校は C リーグ、栄東は D リーグです。それでは全国優勝を目指して頑張ってください。栄高校、これから AQL 全国リーグですけれども、まずは展望をお聞かせいただければ。2年ぶりの全国大会なんで、まずはちょっと楽しむことをメインにやっていけたらいいなと思ってて、その中でも勝たなきゃいけない試合とか勝負どころでは、その経験値とかを生かして、勝っていけたらいいかなというふうに思ってます。絶対優勝するぞ。おお、みんなで全力を出し切って勝ちたいです。はい、この対策などはされてきましたか？AQL と同じルールで区域圏内を2チームに分けて結構いっぱい練習しました。バチコリ優勝するぞ。ルールを簡単に説明します。 AQL は2チーム対抗の早押しクイズで、1枠から5枠の得点ポイントを掛け算し、先に200点に到達した方が勝利です。こちらは得点計算例です。1枠から5枠のポイントを掛けると192ポイント、200ポイントの勝利まであと8ポイントなんですが、5投するとポイントが1になってしまいます。例えば1枠が5投すると一気に24ポイントに下がってしまうんです。それでは C リーグ浦和高校第1試合開始です。問題、コロハ型のクッキーファヤージュやガラス容器に入ったモロカフェ。浦和高校後藤なしの順当なスタートです。 D リーグ栄東第1試合開始です。金額は毎年100万ユーロにも及ぶという背中越しコインのだけ。それに栄東も順当なスタート。 C リーグ浦和高校第2試合です。自身が患っていた色覚異常の相手チームが4連続正解で96対80と緊迫した状況に。耳手や錬金術などの拡張ドミニオン、相手校が正解し180対180、なんと全員リーチです。3つの角に配置された、その後相手チームの後藤もあり、浦和高校200対36で勝利。じゃあちょっと2連勝になりましたけれども、今の状況一言。今みんな調子いいんで、このまま頑張っていきたいと思います。今は全く全員リーチがかかった時もありましたけれども、ただね、ノーミスでしっかりとした堅実な勝利でしたね。そうですね、みんなちゃんと落ち着いて戦えているのでいいと思います。D リーグ第2試合、栄東に波乱が起きます。イボの治療や食品の急速冷凍などに利用。エキサイティスト、はい、じゃあちょっと今非常に惜しい負けでしたけれども、状況、チームの状況どうでしょう？負けてしまってるんですけど、得失点差が小さいということで、この後の試合をもっと頑張っていったら、決勝トーナメント行けると思うので、ここでその折れちゃったりせずにチーム全員の士気をもう一回上げて頑張っていこうかなって思います。
はい、次は1勝1敗同士の対戦落とせませんね。そうですね、もう次は絶対に負けられないので頑張ります。 D リーグ第3試合、栄東落とすことができません。問題、今年の標語はこの一行に会いに来たである。文化の日の前後1週間が指定されている。本を読むこと。相手チームに逆転されてしまいます。アニマル軍による冬のアルプス越えなどで知られる。4、もう一度です。ここで栄東正解し168-63、4枠リーチです。米津玄師のパプリカや星野源の恋にも用いられている日本の民謡。栄東正解、この試合勝利をつかむことができました。おめでとうございます。 C リーグ第4試合、浦和高校にも波乱が起きます。クリスタルの児童小説、不思議の国のアリスで、アリスが追いかけて、サビ。クラウチ正解で、48ポイントです。問題の数は40問までということで、ここで終了。浦和高校、痛い負けです。ちょっと痛い負けですが、いかがでしょう。まあ、そうですね、今回はちょっとみんな、普段と違う問題群で、多分それでうまく対応できなかったってことが重なっちゃったんだと思いますね。ただ、まあ他のチームも負けて、今得失点差では1位というような状況ではありますが、次負けられませんね。そうですね、ここから全部勝って、まあ、リーグ1位は取りたいですね。はい、では次決戦の、ね、大事な一戦です。頑張ってください。頑張ります。C リーグ第5試合、暫定1位の浦和高校と暫定2位のチームの対決。浦和高校は負けると2位以内も難しくなります。問題、東京証券取引所を中心とする社長。浦和高校正解して見事勝利です。無事最後勝利しまして1位通過、おめでとうございます。ありがとうございます。最後負けられない試合でしたけれども、浦和高校のその間違えない強さというのが出た試合だったかなと思いますけれども。そうですね、みんな落ち着いてやれば十分にどこの高校と戦っても勝てる力があるので、それを存分に発揮できた試合だったなと思います。はい、では次はいよいよ準決勝ということで、全国制覇見えてきましたね。そうですね、みんなで力を合わせて優勝を目指して頑張りたいです。浦和高校 C リーグ1位通過、おめでとうございます。 D リーグ栄東第5試合、暫定2位の栄東は暫定1位のチームと対決です。昨年12月公開のディズニー映画ウィッシュで主人公マーシャの栄東も正解して勝利です。はい、では最後見事な勝利で1位通過です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後は、かなりの点差がつきましたけれども、結構負けられない戦い、まあ、かなりね、2位までの通過ほぼ決まっていたようなところあったんで、リラックスして臨めたというところでしょうか。そうですね、割とリラックスしていけたんですけど、まあ、その確実なクイズができてよかったかなって思います。はい、では次はいよいよ準決勝ということで、全国制覇もちょっと見えてきたようなところはありますけれども、いかがでしょう。この調子で、チーム12人全員で、優勝を目指していきたいと思います。栄東 D リーグ1位通過、おめでとうございます。ここまで、埼玉の2チームが順当に、準々決勝ベスト8まで勝ち抜くことができました。それぞれヒヤリとしたところあったんですけれども、その次の勝負のですね、試合の時にしっかりと勝ち切ってですね、最後は安心して見ることができました。この後まだまだ厳しい戦い続くと思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。これから
トーナメントになってもう負けたら終わりということになりますので、浦和と栄東それぞれ C リーグ D リーグの1位ずつ1位で通過しておりますので、決勝まで当たらないことになりますけれども、決勝戦で両チームを見てみたいと応援していきたいと思います。